藤本健二議員。はい、一応、いろいろと、お答えいただき、まず、それについての再度、質問していきたいと思います。まずこのアジサイ都市についてなんですが、まあ、今までのと同じく、まあ、町育てネットワーク、まあ、シビックプライドということで、まあ、今までと同じやり方であるなと、今伺いました。で、私はですね、このアジサイ都市って、市長が10年ぐらい なりまして、その時最初コンパクトシティの話がありまして、それから変わりまして、アジサイ都市って、これはと思って私は期待してました。まあ、何を期待したかといえば、地域づくりと、まあ、あとは、少子高齢化の、人口増に貢献できるという話でありましたので、まあ、その辺を多くに期待して持ってましたけれども、実際、10年経ちまして、人口減少地域と言われたところで、人口がどう変わったかということを見ますと、なんだ変わらないっていうんですか、前の施策と同じ、やっぱり減るところは減る、増えるところは増えると、格差そのものは全く変わってないなと、流れとしては。で、また拠点内の誘導施策についても、実際、農協または郵便局とは減ることは減ったんですけど、じゃあ、それ以外、何かが来たかと。我々としては、地域にいる我々としては、なんら、アジサイ都市の恩恵っていうんですか、の内容そのものがどうだったのかなという、私は思っております。その市民の考え方と、この、市長のアジサイ都市構造っていうの、このギャップについては、市長はどのように考えるんですか。市長。はい、アジサイ都市という、まあ、当初からお話を申し上げてきましたが、地域が持続的に、まあ、活力を維持するための、まあ、地域の在り方ということで、3つ掲げてきました。それぞれの地域で車を運転できない方であっても、まあ、ある一定の拠点の中では、自分の生活を維持するための用事をそこで足すことができると。で、そこで用事を足すことができなければ、隣の地域、あるいは都市拠点に公共交通を使って、それを生活を可能にすることができる、そういうイメージを持ったところであります。そうすることによって、できれば今、この人口減少下にあって、人口減少のスピードをこう制御していくということは非常に重要な政策の一つではありますが、それと直接アジサイ都市とは結びつくものではございません。そういう状態にあっても、あるいは人口が減少した状況にあっても、地域が元気で暮らせるようにするためにはどうあればいいかということで考えたものがアジサイ都市ということでありますので、これは公共交通、まあ、拠点を整備し、公共交通を整備し、あるいは情報を整備し、さらにはそれだけでは地域に対する誇りが生まれませんので、町育てを推奨していく、この3つの大きな戦略を進めていくということになります。まあ、当初、前の総合計画には、このことについては掲載されておりませんでしたので、新たに市の総合戦略として、進めてまいりましたけれども、今回、新しい総合計画ができました。新しい総合計画に10の、まあ、持続可能なまちづくりプロジェクトが位置づけられましたので、そこにしっかりとこのアジサイ都市に向けた、政策を位置づけたということで、これは確実に前に進んでいくものというふうに捉えております。藤本金次議員。はい、まあ、公共交通、またはその他の内容については、まず公共交通とか誘致については、また次について、今、違うことを聞きますので、実際的に地域が元気で、または地域にやっていることを応援しようという、その
姿勢ですから、その辺は大変ありがたいんですけれども、私から言わせますと、地域は元気だったのは昔から同じなんですよ。地域の資源、それを活用するのも地域です。で、それを、アジサイ都市だから地域の元気をまた、やったというかおかしいかな、アジサイ都市でそれが発掘されたわけじゃないんです。前からやっていることを、アジサイ都市でこういうことをやりましょうって出したように私は見てるんです。まあ、簡単に言いますと、じゃんけんで言えば、後差しじゃんけんに近いかなと。ですから、今までも、またこれからも、地域はやはり自分のことをやってるんですよ。まあ、これからもやると思います、間違いなく。ですから、アジサイ都市は私から、もう先ほど言いましたけど、前に考えて期待したときからちょっとずれた、まあ、その私の考え方なんですよ。で、それから考えると、アジサイ都市の象徴的考え方でやってもいいのや、というふうな見方をしてるんです、私は。ですから、別にアジサイ都市だからこれができたとか、アジサイ都市をやらなかったからこういう施策ができなかったということは、まあ、ないというふうに私は見てますけれど、そのアジサイ都市をやったから、構想をやったから、これはできたよっていう、そのなんか大きいのなんかありますか。市長。このまあ、アジサイ都市については、何回か説明する機会がありました。先ほど申し上げましたように、16の地域の中で、車を持っていなくても、生活できる形というのを考えたときに、それぞれの地域に地域拠点があり、そこで歩いて用が足せるということでありまして、そこで用事が足りなければ、他の地域に行ける公共交通が揃っているという地域の形、そしてさらにはそれぞれの地域が町育てをすることによって、地域への誇り、地域への誇りがあるということは、関係人口が維持されるということでありますので、人口減少もある程度抑えられる。あるいは魅力があれば外から人々を呼び込むことができる、それが町育てというふうに名前を付けさせていただいて、その3つが揃って、これが地図上に表したときに、アジサイの花のように見えるからアジサイ都市という名前を付けただけの話でありますので、アジサイ都市を進めるから何かが生まれるというようなことではありません。これはそういう持続可能なまちづくりのあるべき施策をに名前を付けたというだけの話であります。以上であります。藤本金樹議員。はい。ということは、私が申し上げた象徴としての名前ということで、これは意見が一致したかなというふうに私は伺いましたけど、で、その地域拠点についてなんですけど、平成27年の12月議会で、やっぱり鈴木健次郎議員がいっぱい住むんで出してるんですよ。生活を支える地域拠点の形成については、歩いて移動できる範囲に、生活を支える都市機能が集まる拠点として、すべて揃えようとするものではないと市長、答えてるんですよね、地域に拠点がないことに対して。ということは、もうすべて揃えるものが必要ではなく、なくてもいいんだ、地域拠点間をつないで、交通でつなぐんだという、お話だったんですけれども、実際、今、拠点交通そのもの、拠点間というのは、そのくらいつながってないですよね。ある程度、鬼丸号、または鬼丸号か、コミバスでいろいろ便利つな、時間帯とか変わりましたけど、黒岩とか立花、あとは、口内、稲瀬とか、いろいろその辺は確かに便利になりましたが、実際、どこの拠点にもつながるというのは、時間的制約、いろいろかかりまして、すべてを歩いて用を足す拠点ということには、実際、今現在なってない、これは市長も分かっているところなんですけど、
これについてネットワークで結ぶということで考えているということですけど、首長任期があと2年で、これをどうしていこうか、またはその考えは今どう思っているのか、その辺をお伺いします。先般土曜日に天正地まちづくりフォーラムを開催をいたしました。その時にまちづくり、景観、その時はテーマが景観でありましたけれども、景観10年、風景100年、風土1000年と、そういうスパンの中で今我々は将来の未来の私たちの子どもや孫たちのためにまちづくりを進めているわけでありますので、その年とその年に完成形があるかということではありません。今作ったものは次につないでいくということになると思いますので、この10年、30年、100年、そういったスパンの中で、このいわば一言で言えば、あじさい都市のような都市と地域の在り方、それを紡いでいく、育てていくという考え方でありますので、いつ完成するかと言われても、これはつないでいくということしか言えないというふうに思います。以上です。藤本健二議員。はい、確かに持続可能というのは、今、1年、2年じゃなく、その後も、また我々思想についても、いろいろ考えていく、その辺は、確かに分かります。でも目先というんですか、今あることをどうするか考えるのも我々の一つの仕事であることは間違いないと思います。で、その、また鈴木健次郎さん、健次郎議員の言葉を使いますけど、町育てという意味で行政とそれから地域の主体的な考え方とともに前に進めていかなきゃ、これは同じ、今と同じこと言ってますよね。それで地域が荒れるかどうかは分かりませんけれども、咲かないアジサイになってしまうと思いますかと聞いてるんですよ。やっぱりその今の答弁の中で、地域によってどうなるか、主体的には市民が進めなきゃいけないのだから、実際的には進めれないところが出るとどうなるかということに対して、市長が、そこで答えているのが、荒れるかどうかは分かりませんけど、咲かないアジサイになってしまうことも、と思うこともありますと。ということは答えるんですよ、前に。ということは、この、実際的にこの年、27年あたりには、やはりアジサイ都市でも人口減少、または地域で頑張ったとしても、なかなか難しいところはあることかなという認識は、若干はあったのかなと思うんですが、それについてはどう思ってますか。市長。これは何度も答弁するようで申し訳ないんですが、アジサイ都市の戦略、3つの戦略があります。これを続けていく限りにおいては、地域の持続可能性というのはなくならないというふうに考えております。で、それをさらに具体的に進めるために、来年度どうするかということで、都市再生推進課となるものを設置をさせていただきました。これはまさにアジサイ都市を前に進める課になりまして、都市拠点、そして地域拠点を具体的にそれぞれの地域との、あるいはそれぞれの何ですか、地区との議論、そして方向性を詰める中で、一歩でも前に進めていくということでありますし、さらには公共交通に関しても、今のままでいいとは考えておりません。さらに利便性を増すことによって、利用を上げていくと。最終的な目標、アジサイ型公共交通網の最終形は、毎日5便ということが最終目標に掲げてありますので、それを目指して、これを目指すためには行政だけではできませんので、利用者の方、地域の皆さん方も一緒になって利用していただかなければ、これはできませんので、それはしっかりと前に進めていきたいということであります。藤本金城議員。はい、
はい、はい、確かに公共交通とかそれに関しては、まあ、住民が主体とは言わないけれど、やっぱりそこをどう持続させるかというのは、その基本的な考えがないと、行政としても後押しできないというのは、それも分かります。まあ、その辺は、非常に難しい舵取りだなと思っておりますが、まあ、アジサイ都市の中で一番、まあ、先ほどから市長が申し上げた地域交通、これについては、多分今回、都市再生化ということで、交通関係は、まあ、なんて特化っていうのかな、それともそれを、専門的に扱っていくようなんですけれども、実際的には公共交通の今、公共交通網っていうのは今なってましたけど、これについては今後どのように考えていくのか、その、方向性をお願いしたいと思います。都市整備部長。はい、お答えいたします。確かにですね、公共交通につきましては、今度は新しく設置される、都市再生推進課というところで所管をするということで、進めておるものでございます。まあ、その中でですね、まあ、現在 の、 その公共交通網形成計画の中でですね、行ってきたもの、大体まず今年度で、まあ、大まかな達成、ほとんどのものをまず達成しているというふうに考えておりますが、その中で、まあ、先ほど市長がお答えになったとおりですね、まだまだその課題、それからまだその向上させるべきところはございます。でこれは今度のですね、まあ、次の公共交通計画、来年度策定することとしておりますが、その中でそこの中 の、 課題を、まあまあ、もっとそのクリアにしてですね、でそこの中で検討していきたいということがまずは考えておるも ところでございます。そして都市再生推進課 の、 目的としてはですね、まず拠点、都市拠点の整備も今課題になっているところがありますので、そこの形成、それから整備というところと絡めて、でその都市拠点から地域拠点への公共交通 の、 ネットについても合わせて、まあ、工場整備を図るというふうなものと考えておりますので、そこら辺はですね、セットになって進めていきたいというふうな、そういう考え方でございます。以上でございます。藤本緊急議員。はい、はい、確かに公共交通に関してはいろいろまだまだ、考える余地があると思います。ちょうど我々もこの間中学生とつなぐ会ということでありまして、その中で、子どもたちから言われたのが、やっぱバスの本数、あとは利便性、やっぱこれを言われてました。子どもたちというのは、まあ、普通これから若いんですけれども、実際的には交通関係にとれば高齢者と同じで歩く自転車それしかないんで、一番分かりやすいのかなと思っていましたけど、その中でそういうことが出るということは、皆さんやっぱり一番興味があることだと思うんで、これはしっかり考えてもらいたいと思います。それで公共交通網ってこの今度考えるって言ってましたけど、今国でも交通網計画再編っていうのかな、なんですか、MARS とかっていうやつなんですけど、実際的にそれに北上氏も、手を挙げている状況なようで、それを踏まえて、あと、コンパクトシティも考えていくという話もちらっと聞きましたので、それを、どう融合させていくのか、また利便性をどう上げていくのか、今の、答えを含めてどう、もう少し詳しくも、お話しできる部分だけでよろしいですけれども、お願いできますか。都市整備部長。はい、お答えいたします。今議員がおっしゃいましたMARSという概念ですけれども、まあ、これはまあ、今 の、 です、ね、その都市の在り方、そしてその公共交通に対してです、ね、まあ、例えばその ICT などを加えながら、まあ、よりその便利なものを作っていくというふうなことでというふうに捉えておるんですけれども、まあ、北上市 の、 です、ね、まあ、公共交通もある程度 の、 その形のものは出来上がっております。でただこれにですね、どのようなその質的向上を加えるのかと、で例えばその ICT を加えた場合にその、例えばそのスマホのアプリでですね、まあ、バスが今どこにいるのかというふうな情報を得るとか、
あとはそのいわゆる自動運転というふうなものがありますけど、そういう車両を導入でしてですね、でこれを活用していくようなそういう素地があるのかどうか、そういうことをですね、その可能性というものをあの考えていきたいというふうなところでございます。全国的にもですね、あのまだまだその研究実験段階にありますので、北上市もはその中に入って、であの、検討をしていきたいというふうなところを考えております。以上でございます。藤本健次議員。はい、公共交通に関しては、よく考えてもらえればなと思っております。それではですね、あのデジタルフォーメーションについてお伺いしております。あのこの後の新聞によりますと、デジタルフォーメーションなに リーダーですかな、 なんかあの募集してましたよね。これについてまずお聞きしたいんですけど、公募があったのか、どういう状況になっているのか、お話しできる分でいいんです、お聞きしたいです。企画部長。はい、お答えいたします。来年度の組織再編の中で、現在の都市プロモーション課のところに、あの情報戦略推進室というところを設けると。そこで専門的に、いわゆる概念ですけれども、デジタルトランスフォーメーションを推進していくような形での部署を作ると。そこの、今、専門的な 人材を今あの公募しておりまして、現在、あの試験といいますか、あの面接等を行ってまして、応募そのものは273名ほど、昨日の時点で273名 の応募がございました。そこの中で現時点では今その絞り込みといいますか、面接をさせていただいて、一時の面接をしているという、今現時点での状況でございます。以上でございます。藤本健次議員。はい、273名とはちょっと予想外といえば言い方は、どうだか分からないけど、すごくありましたね。人数はどうでもいいんだけど、実際このデジタルフォーメーション、この公募したってこの背景を私聞きたいんですよ。実際的にシステム回収またはハードを入れたと、そういう時にその会社ですか、構築する会社、その方が来てやっぱりある程度勉強したり教えたり、システム内容を移行っていうんですか、をやるはずなんですよね。私終わりじゃないからということを考えると、そのこの方をどうして必要だったかって、その議論になったその背景、それをお聞きしたいと思います。議長、企画部長。企画部長。はい、その専門人材を募集した経緯といいますか、理由というところであります。あの今、議員がおっしゃった通り、あの全庁的、まず行政事務に関して の、あのシステムそのもの、まず第一点、内部の中でも相当数のシステムを抱えて、やっております。それは、個々個別のシステムに近いもの、いわゆる機関系といわれるあの住民情報とか税情報を扱うところは一つですけれども、その他各部署においてはそれぞれのシステムを抱えていると。その中では一個一個を取れば、先ほど議員がおっしゃった通り、メーカーさんといいますか、ベンダーさんというような形でのシステムのやり取りはできるんですけれども、それらを今度は、おそらく時代の流れとしては、そういったものをあのバラバラで使うのではなく、標準化に向かうというのは、これは国も示していることでございます。そこら辺はやはり俯瞰的に、やっぱりあの専門人材、いわゆる行政のまずシステムというところでの、しっかりそこら辺をリーダーシップを取って、知識はもうあの今、公募しておりますけれども、知識は申し分ない方々がいらっしゃる予定ですので、そこら辺を今度は、それぞれの職員にもつなげて、知識習得もしていただくというところもありますし、そういったことでやはり専門人材でしっかりとした、組織として、人材が必要ということです。あとはこれは今先ほど行政事務のことだけ申し上げましたが、その他にも市民の利便性の向上というような形で、やっぱりあの例えば始まっておりますコンビニ交付でありますとか、これからやろうとしているキャッシュレスとか、そういった市民の利便を向上させる前
体的なあのいわゆる ICT 化デジタル化という部分にも、全体市の状況も見ながらリーダーシップを取ってあの、まあ、部署をあの運営していただくというところでは必要ということで、個々個別の業者さんはおりますけれども、やっぱりあの行政としてしっかりそういった組織で進めていきたいという考えからあの公募をして来年度を迎えたいと考えているところでございます。以上でございます。藤本金城議員。はい、まあ、内容的には、まあ、分かりましたけど、でもあの私個人的には今あの、まあ、資産についてもあの包括的に見てますけれど、そういう状況もある中で、あのこのデジタルの世界は一日一歩というんじゃなくて、もう何歩進んでいる状況で、まあ、これが3年とか5年の、まあ、区切りなんです。で、今入れたのが一番新しいんだけど、明日には古くなるんですよね。というのは一番知っているのは、それを構築しているとか作っている会社の方々が一番知っているかなと。ですからわざわざその、まあ、トータルで見て長く見るっていうんで、まあ、今無事だったり、それは分かりますけれども、実際は今市で、何でもまあ委託するのが過ぎないようだけども、そっちに業者委託して新しい技術を外からどんどん入れた方がまだ、次のステップに進めやすいのかなという、私は今思ってましたんだけれども、そういう考え方はどうなんでしょうか。企画部長。はい、お答えいたします。先ほども申し上げた通りではあるんですが、各それぞれ あのシステムの、まあ、会社さん専門、そちらにも技術者というか、そういった形はの方はいらっしゃいますけれども、やっぱり行政というところで全体を見ながら、その今後の DX あのデジタルトランスフォーメーション等にも対応していくというようなことであれば、やはりあの個々個別 の、まあ、あの包括の関係の委託、これは資産であの維持管理に関しては、ある程度これまでも積み上げてきた職員のノウハウというのがあって、一括でまとめれるというところはありますけれども、このデジタルといいますか ICT に関してはやはり専門的な部分がないとなかなか進まない。さらに議員がおっしゃった通り、もう日に日にあのシステム あの開発、もしくは国の動向なんかも今は推進というよりも加速化するというような状況に対応するためには、やはりリーダーとなる 人材が必要ということで考えているところでございます。以上でございます。藤本金城議員。はい、うん、分かりました。まあ、このデジタルフォーメーションについては、まあ、これは何が何で出たかといえば、やっぱり日本があの労働生産性があの先進7国中、今最低ということで、まあ、これから高齢化、また労働人口の減少ということを踏まえての日本の国力が下がるからということで出たらしいんですけれども、まあ、これは間違いなく、また今回あの、まあ、幸いという言い方がどうなんだかわからないんだけど、コロナ禍の中でデジタルすごく進んだんですね。我々子どもの頃テレビ電話というのが言われてましたけど、それが今ごく普通に使われるようになりました。ここ今年去年ですよね。それまではそのくらいなかった。ですからこのスピードは間違いなくもっと進むと思います。そうしなきゃいけないというのもそれもわかります。それで市も、まあ、市の行政に関しては、まあ、ほぼ紙申請書から何からほとんどそれが一番このデジタルこの基本計画の中に載っている部分を見ると、うん、確かに進めるべきだなと思います。まだ今部長でリーダーで全体的に見てやっていくと、これも正しいと思いますが、まずはいろいろと言ってましたけれども、あのコンビニとはやってます。実際的には年数をこう毎年毎年積み重ねていくのが必要だと思うんだけど、まあ、ある程度で出てましたけれども、まず窓口から直して、その次が、申請書その他入れると思うけども、その辺の、まあ、流れというのはどのように、まあ、時系列的に今出ているのか、それを出せれば、まあ、幸いと思うんですけど、いかがでしょうか。企画部長。
はい、お答えいたします。今進めている情報基本計画、これが今年度から3カ年ということで、まず長い期間を設けないというのは、先ほど申し上げたとおり、デジタルの進展というか、そこら辺が早いということで、現実味のある計画にしようということで、3年間、その中でも、大きいものは今、先ほど市長の答弁ではさまざまな取り組みを言いましたけれども、情報基本計画の中には、取り組もうとしているのが、その3カ年で34。項目ほどございます。その中で議員がおっしゃる通り、いわゆる行政事務のデジタル化、いわゆる電子的な申請、さまざまな申請、もしくは書類の提出というのがあります。で、そこら辺につきましては、その、2年度から始まりましたので、2、3、4、そこの中である程度の方向性を出しながら、あとはできるものは、いずれ早く取り入れていくというような形で進めてまいりたいと考えてございます。以上でございます。藤本金城議員。はい、わかりました。進めれるものは進めてもらいたいなと思ってます。それで次は交流センターについて一つ、これ関連ありますんで、私一つだけ聞きたいと思います。今交流センターの中で、重要な要っていうんですか、センター長、これの処遇っていうんですか、立場っていうんですか、あれ非常勤なんですよね。会社で言えば社長がいないっていうのがいいかどうかですかね。ほとんど地域によっては朝出て、出なかったり、あとは帰ったりっていういろいろ、実際非常勤だからずっといる必要ないわけですから、これは私としては地域の方にとってもあまり問題じゃないかなと見てますけれども、行政側としてはこれが当たり前と見ているのか、その辺をお伺いします。まちづくり部長。はい、ただいまご質問をいただきました、交流センターのセンター長の処遇ということでございましたが、ここの考え方はあくまでも地域づくり促進の考え方であります。全体的な人件費の中でどのように交流センターを、センター長を雇われているかということに尽きるものでありまして、あくまでも地域づくり組織が交流センターを運営しているというものでございますので、地域づくり組織の職員の一人だということでございます。以上であります。藤本健二議員。はい、すいません。ということになれば、センター長はなくてもいいという話ですか。地域で私はここは、いらないですよと、それも認めるというような今の発言に聞こえますけれど、その辺はどうなんですか。まちづくり部長。はい、センター長としてですね、必要かどうかというのは、その地域で、の考え方で、構わないというふうに考えております。以上であります。藤本金城議員。はい、わかりました。あとは、他の議員にお任せします。それでは教育委員会の方にお聞きしたいんですけど、今回タブレットが入るということで、今この、議事論ですか、行政定例会の中で、どこだっけかな、月に使用に関して、今年度、21年だから来年の目標なのかな、これについて、各クラス1日1回以上活用して、家庭学習で月1回以上活用することを掲げておりますという、議事録に載ってるんですけれども、これはいつだ、令和2年の第13回のやつですね、テレカの中で。ということは、タブレットを、1日1回は使うんだけど、あとは使わない。私はもっと全教科とか使うと思ったんですけれども、それも国の指針では各委員会で決めていいっていう、
はっきり言うとそれは書いてなかったんですけど、そういうような状況で、これで十分取得できるかなという考え方だと思うんですけど、その、この日数、回数について、どのような議論だからこういうふうに出たんですか。教育部長。はい、ただいまの質問にお答えいたします。学校の ICT 推進計画では今議員がおっしゃられた通り、当面の目標としてそういう使用回数を定めております。でこれはまだ学校現場で初めての端末ということで検証を重ねながら、実践をしていくということでありましたので、段階を踏んで活用していきたいというふうに考えたことから、まず無理のないところでのその週1回月1回というようなところを後持ち帰るとかですね、そういうところを規定したものでございます。そもそもこの端末でございますが、まあ、デジタル教科書がというような時になれば毎時間教科クラス授業で使っていくのはこれは必要なこととなっていきますが、現時点ではこの ICT 機器につきましてはあくまでツール、道具として生徒が考えを共有するときの一つの手段として使うとか、そういうところでの活用が今進められて、全国各地でそういう方向でいろんな実践をされているというところでございますので、必ずしも今の時点で毎時間タブレット端末を開くというところを目的に目標というものではございません。以上です。藤本健二議員。はい、まあそのようなんですけれども、じゃあ今後の予定ですか、どのように考えていくのか、まあ、実際的には情報の活用の実践とか、情報の科学的な理解、情報社会に参画する態度とかっていろいろ国から言われているんですけれども、今の答弁においては、まだ市の委員会の中では、どのように活用していくか、まあ、検討中ということをいいんですか、再確認ですけど。教育部長。はい、お答えいたします。今回の端末導入にあたってはオンライン型の学習のソフトも導入しております。でこれにつきましてはこれまでの全国での活用事例などもございます。そういうところを参考にしながら、先ほど申し上げた各授業、これは教科に関わらずです。国語であれ、もしかして美術であれ、何であれ、例えば、児童生徒が自分の意見をすぐここの端末に書き込む、今までですと声の大きい子がこう発言してというようなところがあったわけですが、で聞き役に徹する子どもたちもいた、そんなこともあるわけですが、今回はそれぞれが自分の端末で自分の意見を書き込める、そしてそれをパッと一瞬にしてみんなが見れると。見られるというあたりはやはり大きくこの思考のあと意見形成のこの過程が変わってくる、これが将来にわたっての論理的思考、そういうものにもつながっていくというようなところでございますので、そういうところで実践を進めていきたいというふうに考えます。で今定まっていないのかというところでありますが、まあ、2月に端末が入ったばっかりで、1回目はそのただいま申し上げたソフトの研修も行いました。で年度明けにはすぐまたスタートアップ研修ということで、全職員を対象とした研修、あとは管理職であったり、それぞれの立場に応じた研修を複数回開催しておきます、いきますし、あと教育研究所のその専門の部会を組織いたしまして、今後授業でどう活用していくかということを研究していただくということにしておりますので、そういう、まあ、実践しながら使い方がどんどん深まっていくものというふうに考えております。藤本金次議員。はい、はい、まあ、今の答えでそういう状況だというのは分かりましたが、じゃあ各家庭でっていうのはこれどういうことなんですか。これは各家庭で教えろっていうんですか。ソフトはついてるけど、ついてます、あと各家庭に持ってって各家庭で教える、自分で習え、そういうふうな考え方でこの、各家庭で持ってってやってくださいっていう、わざわざ書いてるとこ見るとそういうふうに受け止められるんですけど、これはいかがなんですか。教育部長。
お答えいたします。家庭での活用というのは、今回その先ほど申し上げたオンラインソフトという申し上げましたが、その中にはドリルが入ってございます。そういうドリル学習を家庭宿題の時にこのドリル学習のここを進めてよというようなところを指示することによりまして、家庭で学習がスムーズに進むと。そしていいのはオンラインです、ですのですぐその場で答え合わせもできるというようなところ、あと自分の進捗に合わせて進められる。今までだったらプリント1枚渡してそれをこなしてしまえばそれで終わりだったわけですけども、自分の進捗理解度に応じて先に進むこともできるしというような、これまでにない家庭学習の進め方ができるものというふうに考えております。藤本金樹議員。はい、はい、私が思っていたより進まないですね、はっきり言いまして。2027年でしたかな、大学入試では今回のプログラミングの試験も入る予定があるようなんですよね。それ考えると今中学校の方々入ったのか、それに該当することがあるんですよ。それ踏まえると今これから検討していきますって、私はもう少し進んでいると思っていました。国の動向を見てとか、それよりもう少し前に進める考え方はないんですか。教育長。今 の, あのご質問についてですけども、まず最初にあの先ほどちょっと目標について、例えば令和3年度の目標ですけれども、これについてもですね、正確にあの各クラス1日1回以上という以上がついております。それと家庭学習での活用についても、例えば週、月1回以上活用ということですので、活用できる状況ができてくればですね、それを、全小中学校で児童生徒が使えるような状況を作りたいというのがまず一つ。それとあと将来的にもですね、結局今やってることを徐々に例えば教職員の活用能力が高まりですね、児童生徒に伝えられるような部分多くなる、あるいはまたはその環境ですね、一斉に例えばネットにつないだ場合とかトラブルの場合あった場合なども想定されますので、いずれそういった状況が維持されると、要するに ICT 活用環境が維持されるようになってくればですね、さまざまな活用がこれからもまだできると。で、特にプログラミングについてはですね、今年度が小学校の学習指導要領実施の年、来年度が中学校実施の年ということで、正式にプログラミング教育も入ってまいりますので、それに合わせて今の端末をプログラミングで学習ができるような、そういった環境も整えていく方向ですので、その状況を見ながらというのは、あくまでもそういった環境を整えながら、力量を高めながら、教職員の力量を高めながら、進めていきたいというニュアンスになります。よろしくお願いします。藤本健二議員。はい、教育省の言葉を聞いて、ある程度南部が反省しましたけど、この、今回の、ICT をこれに関しても学校に入れたというのは、やっぱり先ほど言いましたデジタルフォーメーションの中の流れで、やはり小さい時からこういうのに慣れてデジタルの付加価値を上げないと日本の国力が下がるよと。昔は我々若い頃パソコンというのは部品管理とかあれやったとか、昔は NEC98 だったんですよね。確か98ですよね。あれがほとんどなんですよ。それが今なんですか。ないですよ。日本独自のは。全部 DOS V の Windows。これは何が悪いかといえば、プログラミングができなかったんですよ。負けたと。実際にゲームの世界でも、いろいろと日本では頑張ってますけれども、やっぱああいうのにもっとプログラミングをして付加価値をつけることを教えて、子どもたちは触れば覚えるから、その機会をいっぱい作っていくべきと私は思っています。それがその方の人生にとっても、いい方向に向かっていけるかな、それを作るのが学校でしょ、そういう意味でもっとやってほしかったな、もっと進んでるかなと思ったんですよ。
ちょっと時間がなくなりますけど、困りました。コミュニティスクールについてちょっとお聞きしたいと思います。コミュニティスクールの中で、教育委員会が、学校共同推進委員とか委員の、これを任命できるという、また逆に地域共同協議会から、教員の任用に対してもご意見を持つ、これについて、まあ、前にも一度、どなたがしたような記憶があったような、なかったようなしますけれども、これを市としては運用するつもりがあるのか、私はこういうことをすると、やはり、まあ、今、役員になりたくないという時代ではありますけれども、偏ったり、またはいろいろな対立を生むことが出るのかなという懸念しますので、これを厳格に運用する気があるのか、それだけ聞いています。教育部長。はい、学校運営協議会の部分についてお答えいたします。市ではコミュニティスクールを導入し、学校には学校運営協議会をというところで、これは全校で進めていくというところを考えております。で、今年は、モデル地区ということで、地域の方々に参加いただきながら組織化できたというような状況で、これを踏まえて来年度以降全域に進む、広げていきたいというふうに考えております。藤本健次議員。すみません、時間がありました。私の部分はこれで、質問を終わりたいと思います。で、関連がありますので、議長の方からよろしくお願いしたいと思います。一番、生駒勉議員。おはようございます。新政会の生駒勉です。私からは地域づくり交付金の拡充について藤本金樹議員の関連で再質問させていただきます。来年度から地域づくり交付金、総合交付金が大きく変わったと認識しております。このことに関しては交流センターの指定管理料も同じく大きく変わるということから、これまでと来年度からどのように変わるのか、指定管理料については先ほど市長が施設管理の部分だよという説明がありましたけれども、総合交付金合わせて活用運用上のポイントについて、また増額になった金額についてお伺いします。まちづくり部長。はい、ただいまのご質問に、お答えをいたします。まあ、どのように変わるのかというところについては、先ほどの答弁のとおり、指定管理料からですね、多くの部分、施設管理以外の部分については交付金の方に、移しまして、で、使いやすいような形になるというものでございます。で、まあ、運用上のポイントというところでありますが、そこの使いやすいというところが非常にポイントかなというふうに思っています。これまでも交付金の部分についてはさまざまな、事業にですね、なんて言うんでしょう、カテゴリーを超えまして、柔軟に使っていただく、まあ、交付金ですので、地域づくり組織の財源として、使っていただけるというところ、そこの範囲が広がったという点ですごく使いやすいという、点がございます。あと、金額の面でありますがですね、今回、全体のところでお話をしますと、まず、交流センターの指定管理料であったり、障害学習の費用であったり、あと地域づくり総合交付金、あと、区長配布等を行ってまいりました行政連絡事務、ここ総合したもので一旦お話しさせていただきますと、令和2年度ではそれが3億5000万ほどの額であったものが、来年度については、3億7600万円ほどということで、2600万円ほどですね、増額になるというところであります。純粋にその総合交付金という部分につきましては、まず一つは人件費の部分
について、賞与をですね、見込んでというところで、1700万ほどの増額という部分がございますし、あと、行政連絡事務のですね、部分で約900万円ほどを、節減できた部分がありますので、それは交付金の方に移してですね、配分して、地域の交付金として使っていただこうというふうに考えてございます。以上であります。生駒勉議員。変更内容については大体こう理解いたしました。今回の大幅の変更は、交流センター化に移行されてからの10年間の検証とかですね、振り返り行っていろいろな課題が出されて、その課題を解決するための内容が多く入っており、評価したいなというふうに私は思っております。指定管理料と総合交付金については、地域での使い方が飛躍的に改善されるものと期待したいところです。ただ、自由度が増した分ですね、各自治協センターではどのように有効に活用していくか、今本当に苦労して検討しているのではないかなというふうに思っております。私も数箇所センターを回ってお話を聞きましたが、自由度が高まってこう金額も増額してますけれども、非常に期待度は高いようでした。ただいざ運用というかですね、来年度から新しい地域計画、総合計画の下の地域計画も、スタートするということで、活用についてはこう私も実務を経験したものとして、年度末のですね、まとめ、来年度の、準備等ありまして、大変苦労されているのかなというふうに認識しております。改めて伺います。今回の内容について説明会はいつごろ、どんな期間で何回ほど行われたのか、で各地区の理解度はどのようなものか、意見等は出なかったか、そういったところをお伺いします。まちづくり部長。はい、ただいまのご質問でありますが、自由度が高まって、実務的には運用に困っているところもあるようだということであります。そういうお困りの点もですね、少し伺ってございますが、困っていただくことで、さらにですね、自治力が高まっていくのではないか、事務力が高まっていくのではないかなというふうに思ってございますので、ここは少し苦労していただいてもですね、より良い事業推進、自治の推進に努めていただければなというふうに思っております。で、説明については、これまではいつに行ってというちょっと具体的なところを私押さえてはいませんが、11月にはですね、最終的な形の部分はお伝え申し上げていますので、その時点では間違いなく16の地域にですね、ご説明はいたしています。その他、機会を捉えながらですね、説明はさせていただいているところであります。理解度というところでありますが、私が把握しているところでは、16の地域それぞれ、きちんと理解をされているものというふうに、理解してございます。以上であります。生駒勉議員。早速ですね、4月から事業運用がスタートしますので、継続した支援バックアップをぜひお願いしたいなと思います。来年度に関しましては、巡回相談の回数を増やしたりですね、各地区の状況を把握していただいて、苦戦しているところであれば支援していただきたいと思いますし、また相談を待っているのではなくて、当局側から積極的にですね、状況を把握していただきたいと思いますけど、この点対応でいただいて対応していただけるか伺います。まちづくり部長。はい、ただいまのご質問、であります。地域づくり課の方でですね、積極的に地域に出向きまして、ご意見そして、協議をさせていただくもの、
いただきます。これまでもですね、個別の相談で伺うこともありましたし、年に2回は必ず巡回しながら訪問してございますでありますので、遠慮なく地域にあってはですね、疑問な点がありましたときには地域づくり課の方にお問い合わせをいただければ、その都度にでも丁寧に対応させていただきます。よろしくお願いいたします。生駒勉議員、今の点ぜひよろしくお願いしたいと思います。次に指定管理料総合交付金で人件費が増額されておりますけれども、人件費の増額分についてどのような算定で積算したものかお伺いします。まちづくり部長。はい、ですね、今回指定管理料の人件費、1名分ということでの算定にあたりましては、市のですね、会計年度職員の、給与を参考にということであります。具体的には、博物館のですね、受付業務の単価を活用したというふうに記憶しています。以上であります。生駒勉議員。はい、今の期末データのところは市職員の会計年度の職員のベースにして算定したということで、私が昨年の9月にですね、一般質問で提案した市職員の基準を適用してほしいというところがですね、採用していただけたものかと理解をいたしました。今までなかったですね、期末手当が支給されるということで、職員の待遇改善、大きな前進と考えています。市長並びに担当部署の英断に感謝したいと思います。センター職員の業務のへのモチベーション維持という点では大きな第一歩と考えています。昨年の9月議会でも述べましたけれども、センター職員の給与基準は必要と考えています。それはあくまでガイドであって、そのまま当てはめるかは各、自治組織の判断ですが、今のままの16地区が同じ人件費というのはちょっと納得いかないところであります。私の考えるガイドは市職員の年齢の平均金額です。年齢構成も異なり、人員構成も異なることですから、各地区の人件費は違うのは当然と考えます。ガイドに沿った人員、年齢を考慮した人件費とすべきと考えますが、当局の考えをお伺いします。まちづくり部長。はい、はい、ただいまのご質問でありますが、その、地域づくり組織のですね、が雇用する、センターを運営したり地域づくりをしたりしていく方々の給料ということでございますので、基本的に自治の部分だというふうに思ってございます。ですので市としてガイドラインを示してということではなくてですね、市としては一定の基準を持ちまして人件費分を交付金に含めてお出しをさせていただいてますから、そこのところをあとは地域づくり組織にがですね、適正な、給与配分をしていただくということで、当てていただければいいものだというふうに思っております。市の方では今のところ、それぞれに対しての、ガイドラインを設けてというところでは考えてないところであります。以上であります。生駒勉議員。なかなかベクトルが合わないということで、ちょっと引き続きですね、当局に理解していただくよう、私の方でも努力していきたいと思います。最後に、私は今回の人件費増額は、センター職員の待遇改善のスタートと思っています。今後もセンター職員の待遇改善をしていただくという理解でよろしいでしょうか。市長の考えをお伺いします。市長。これはまちづくり部長が答弁したとおりでありまして、交流センターに関しては、
センターを施設として管理していただく分の指定管理料については市が責任を持ってということになりますが、それ以外の地域づくり組織が自分たちの自治活動として行う活動に対して市が細部にわたってさまざま規定をするというのはちょっとこれは筋違いになってになりますので、そういったところは気をつけながらやってきたつもりでありますので、ぜひご理解をいただければと思います。生駒勉議員。なかなか期待した答えがいただくのは非常に残念ですが、今後ですね、総合計画、市と地域づくり組織がともにですね、共同のまちづくりを進めている上でですね、センター職員の活動がです、ね、原動力と、いうことは明白であり、私は必ず必要なものと思っております。私の考えはなかなか理解されていないようですが、多分あと1回ぐらい聞いていただければ、多分市長も理解していただけるものと思いますので、チャンスがあれば、改めてお伝えできればと思います。以上で終わります。はい、16番藤本金樹議員の質問を終結いたします。休憩いたします。10分間。